私一人だけなんですね。あ、はい。はあ、みんなに会いたいな。けど、みんなもお仕事頑張ってるんだし、私も頑張らなくちゃ。遅くなりました。おはようございます。まやちゃん、会いたかったよ。わあ、どうしたんですか急に。最近誰かとレッスンってことがなかったから。確かにバンドとしてのお仕事も増えましたが、最近は個人のお仕事もいただくようになりましたからね。まやちゃん、今日は何のお仕事だったの？今日は楽器店さんの PR イベントがありました。緊張しました。一人って緊張が5倍になりますね。まやちゃん、お疲れ様。私も個人のお仕事で声をかけてもらえるように頑張ろう。そうですね。あ、ただやっぱり少し心配で。合同ライブの練習、確かにライブのお話自体結構急だったもんね。久しぶりの練習にしては及第点じゃないかしら。問題は新曲ね。なかなか5人が揃わないから、合わせる時間が取れるかどうか。千里さん、やっぱり心配ですか？ええ、でもないものの心配をしていても仕方ないわよね。今は既存曲の練習をしっかりしないと。そうそう、ないものの心配なんて意味ないって。そうだ、ねえみんな、この後はまたお仕事？
私は特に何もないよ。私も今日はこれで終わりよ。やったー。じゃあさ、じゃあさ、久しぶりにお茶しようよ。私最近パスパレのみんなとお話できてなくて退屈してたんだ。行きましょう。私も皆さんともっとお話ししたいです。おお、このイブさんの表情凛々しくて素敵ですね。憧れの月刊武士装に乗せていただいたんです。本当に夢のようでした。インタビュー中のイブちゃんの写真本当に嬉しそう。よかったね。パスパレが私の武士道を鍛え上げてくれたってあるわね。はい、パスパレに入らなければ私はこんなに武士道を磨くことはできませんでしたから。イブちゃんっぽい。武士道が磨けてるなら何より何より。武士道を完璧に磨き上げられたらいつか時代劇に出てみたいです。ひなちゃんとまやちゃんは楽器の専門誌の表紙だっけ。すごいな。いや、恐縮です。練習中の写真を撮影されたんですが、普段はメガネなんですねって驚かれました。ステージ上ではいつもコンタクトだものね。はい、メガネかけたままで撮影していただいたのってもしかしたら初めてかもしれません。なんだか安心感がありましたね。最近ね、ライブの練習私一人のことが多くてちょっと寂しいなって思ってたんだけど、みんなのお仕事の話聞いたらこんなことで寂しがってちゃダメだって思ったよ。忙しいのはいいことだもんね。私も頑張らなくちゃ。それでも私は寂しいです。それに一人ってちょっと不安にもなりますよね。ちゃんとアイドルとしてやれてるのかな的な。ソロでお仕事することで気づけることもある。不安はあるかもしれないけど成長できるいいきっかけだと思うわ。そうですね。ちゃんと個人のお仕事の意義を見つけて吸収していかねば。千里ちゃんはパスパレの方がいいなって思ったりしないの？パスパレの方が楽しくない？みんないるしさ。楽しいとか楽しくないとかっていう問題じゃないわ。こうしてお仕事をいただけてそれぞれ忙しくできるのはありがたいことでしょ。わかんないな。私はお仕事っていうかパスパレがやりたいって感じだし。あら、ごめんなさい、ちょっと事務所から電話が来たから外すわね。千里ちゃん、お忙しだな。ねえねえ、あやちゃんはパスパレがいいなって思うでしょ。それはもちろん。でもやっぱり個人のお仕事ももらえたら嬉しいな。まあ私とあやちゃんは違うしそれでいいのかな。千里ちゃんも私じゃないし。ひなさん。はい、白鷺です。お疲れ様です。ええ、はい。映画のお仕事私に。おはようございます。いえ、それで映画のお仕事というのは。これって、ただこの撮影スケジュール合同ライブの練習とほぼ重なってますね。少しお時間をいただけますか。はあ、私自身のキャリアを考えたら絶対に受けた方がいい仕事だけど、あの場ですぐに返事ができなかったのは。千里ちゃん。あやちゃん、
お疲れ様。どうしたの？お疲れ様。私はね、これから事務所でインタビューと撮影のお仕事があるんだ。そう、あやちゃん個人のお仕事？うん、そうなんだ。この間、みんなでお茶した帰りに事務所から連絡もらって、インタビューのためにいろいろ話すことも考えてきたんだけど、ちゃんと話せるかな。大丈夫じゃないかしら。きっと千里ちゃん、なんか元気ない？え、そうかしら。そういえば千里ちゃんも同じ日に事務所から連絡来てたよね。何かあったの？いえ、ちょっとした業務連絡だったわ。それじゃあ、あやちゃん、お仕事頑張って。うん、ありがとう。じゃあね。元気がないか。あやちゃんに気づかれてしまうなんてダメね、私。おはようございます。今日はよろしくお願いします。勉強になったけど、インタビュー全然うまく答えられなかったな。帰ったら反省会だな。どうすればあゆみさんを超えられるのか、それもちゃんと考えなくちゃ。よーし、頑張るぞ。では自分たちはこれで。お疲れ様でした。お疲れ様です。ひなさん、お疲れ様でした。お疲れ。まやちゃんといるのは楽でいいな。そうですか。そういえば、なんだか自分たち二人でのお仕事多くなってきましたよね。おのずとひなさんと過ごす時間も増えてきたというか。そうかも。一人だと退屈だし、まやちゃんと一緒で本当助かるよ。ひなさん、イブちゃん、お疲れ。イブちゃんもお仕事終わり？はい、これから合同ライブの練習です。お二人もですか？はい、もしかして今日は5人揃って練習できるんですかね？私はどうしようかな。このまま帰ろっかな。あまり詰め込んだ状態でやっても意味ないですしね。ひなさんはもともとできる方ですし。ひなさん、今日は来ないんですか？イブさん、そう気を落とさずに。皆さんそれぞれのお仕事が増えていますし、無理しても意味ないですから。それは分かっているんですが、やっぱり寂しいです。なんて言うんだろう。私が帰ろうかなって思ったのはさ、なんか最近つまんなくって。それってなかなか5人揃わないからですか？そうなのかな。わかんないんだよね。皆さんと練習すればきっと楽しい気持ちになりますよ。そうじゃないですか、皆さん。まあまあ、イブさん。あ、千里さんから連絡だ。
千里さんも残念ながら今日は練習に来られないそうです。そうなんですね。やっぱり私今日は帰るよ。もやもやってしたままやっても楽しくないだろうし。それじゃあお疲れ。あ、ひなさん、残念です。イブさん、自分は今日これから練習するつもりですし、アヤさんも来てくれるようですよ。だからそんなにがっかりしないでください。こういう日もあります。仕方ないですよ。マヤさん、ありがとうございます。すみません。さあスタジオに行きましょう。イブちゃん、マヤちゃん、おはよう。今日は3人で頑張ろう。はい。と、霧がいいですし、少し休憩しますか。ふぅ、お疲れ。今、ちょっとだけ入りがうまくいった気がする。そうですね、最初よりかなり綺麗でしたよ。もう少し千里さんのベースを意識すると、よりうまく入れると思いますよ。うん、ありがとう。まやちゃんのアドバイス、本当に助かるよ。次はもっと意識してやってみよう。はい、きっと練習を積み重ねていけばもっと良くなっていくはずです。私ね、この間撮影とインタビューのお仕事があって、そこでどうすればあゆみさんを超えられるかって聞かれたんだけど、うまく答えられなくて。でも今思ったよ、やっぱり努力の積み重ねなのかなって。努力すればこうやってできることも増えていくんだよね。あやさん。お、イブちゃん、どうしたの？あやさんが、あやさんで安心しました。え？え？最近、なかなか皆さんで集まれないのが、すごく寂しくて。今日も、ひなさんと千里さんはいませんし。でも、あやさんは5人揃わなくても、ずっと、ずっと変わらず一生懸命で、あやさんが、あやさんらしく練習しているのを見て、なんだか感極まってしまいました。みんな頑張ってるんだもん。私は私がやれることを全力でやらなくちゃって思って。それに個別のお仕事増えても私たちはパスパレだもん。パスパレとして最高のライブを見てほしいし。そうですね。うん、あやさんの言葉で自分もやる気が湧いてきました。よーし、合同ライブのためにまだまだやるぞ。おう。新曲もやりますのでお楽しみに。あ、でもそれじゃネタバレになっちゃうかな。いろんな曲をやるからって言えば平気かな。ちょっとスタッフさんにも相談してみようかな。あの、すみません、宣伝コメントなんですけど。忙しそう。他のみんなは写真撮影中だし、自分で考えよう。これも努力、努力。はーい。皆さんこんにちは。せーの、パステルパレットです。この度、私たちパスパレはアイドルフェスティバルに出演することになりました。これも皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。初めてパスパレを見る方も、ずっと応援してくれてる方も、みんなが楽しめるセットリストを用意しています。大好きな皆さんと一緒に楽しめるのをとっても楽しみにしていますね、まやさん。あ、はい、ぜひ遊びに来てくださいね。もちろん生演奏だよ。あやちゃんも歌うよ。もう。それでは皆さん、アイドルフェスティバルの会場でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様でした。
けですかね。それで話って何？リリーベやるのか？その言葉をかけてくださるために自分たちを。ちょっと待ってください。パスパルはどうなっちゃうんですか？それって活動休止ってこと？そんな嫌です。お休みなんて嫌です。イブちゃん落ち着いて。私は別に解散しちゃってもいいよ。何言ってるの？だって最近のみんなつまんないもん。あやちゃん、このままだとパスパレ終わっちゃうよ。いいの？それはなんか最近のみんなってさ、パスパレがやりたいって感じじゃないじゃん。別にそういうわけじゃ。みんなバラバラになっちゃってるのに仕方ない、個人のお仕事はいいことだって、そればっかり。みんなパスパレのこと諦めてるじゃん。これなら続けたってどうせそのうちやめちゃうよ。ひなちゃん、私パスパレが好きだったんだけどな。ひなさん、今はそういう話は控えましょう。一度落ち着いて自分たちとしてどうしたいのか考えた方がいいかもしれません。一人一人が。ま、私の考えは今言った通りだよ。私、今日はもう帰るね。お疲れ様。どうしよう、活動休止なんてどうしたらいいの？私は別に解散しちゃってもいいよ。何言ってるの？だって最近のみんなつまんないもん。あやちゃん、このままだとパスパレ終わっちゃうよ。いいの？つまらないか。映画の仕事を受ければ私自身のキャリアは輝かしいものになるはず。それなのに。そんな、嫌です。お休みなんて嫌です。すぐに返事ができなかったのはきっと割り切れない感情なんてこの業界で持っていても仕方ないのに。やあ千里、遅れてすまないね。遅いわよ。さっきまでバンドの練習があってね、熱が入ってしまってつい出るのが遅くなってしまったんだ。それにしても一体どういう風の吹き回したい？千里からお茶に誘ってくれるなんて。別に、たまにはいいかなと思っただけよ。どんな理由であれ千里が声をかけてくれたというこの事実、ああ、なんて儚いのだろう。カオル、さっきバンドの練習があったと言っていたわね。もし大切な演劇部の公演とバンドのライブが重なったら、あなたはどっちを取る？とても難しい質問だね。だが私はどちらもやるさ。子猫ちゃんたちもハロハピのメンバーも悲しませたくはないからね。はあ、あなたにこんな質問をした私がバカだったわ。やる前から無理だと思いたくないだけさ。私は常に夢を追いかけていたいからね。人に夢と書いて儚い。人は常に夢を追いかける生き物なのさ。ああ、儚い。本当。
に、あなたっていつからそうなったのかしら。やっぱり私が知っているカオルじゃないわね。そうかい。私は昔からこうさ。千里、君も昔からそうだね。君は小さい頃からおとぎ話のお姫様になりたいと夢を語ったことはなかった。君はお姫様になる、そのために一生懸命頑張ると目標をいつも私に教えてくれた。それからしばらくして君は本当に学芸会でお姫様の役を射止めたんだ。私は一つ一つ目標を叶えていきたいだけ。夢なんてふわふわしたものにしがみついていたくないのよ。こういう業界にいたら当然のことでしょ。目標を叶え続ける君は本当に強く素敵だと思う。でも君もそろそろ夢を見てもいいんじゃないかな。夢、君がどんな夢を見るのか楽しみだよ、千里。本当にあなたって余計なことしか言わないわね、カオル。夢を見るか。小さい頃から安全な道しか歩いてこなかった。そこに自分の意志はほとんどなかった。ただ成功するため、それだけ。こんな私でも夢を見ていいの？わからない。でも、もしもし、夜分すみません、白鷺です。ええ、はい。以前いただいた映画のお話、決めました。お引き受けします。活動休止か。バンド結成した直後に活動休止になっちゃった時は、みんなで一緒に練習を続けられてたけど、今はそれすらできない。どうしたらいいんだろう。イブちゃん、来てたんだね。で、手に持ってるのはモップ？はい、特訓の前に総称していました。このスタジオにいつでも皆さんが来てすぐに練習ができるようにと思いまして。イブちゃん、掃除してみて思ったんですけど、このスタジオってとっても広いんですね。モップ掛けしただけですっごく汗をかいてしまいました。もっともっと狭い場所だと思っていたのに、なんだか不思議です。そうだね、二人だと広く感じちゃうね。きっとまた五人揃ったら狭いなって思えますよね。あやさん、何か言ってください。何か。アスパレがなくなっちゃったらさ、どうなるのかな。スタッフさんの言葉を聞いてからずっと考えてる。パスパレがなくなったらどうなるのかなって。けど想像つかないや。なくなりません。パスパレはなくなったりしないです。ヒブちゃん、どうしてなくなった時のことを考えるんですか。アヤさん、パスパレがなくなってほしいのですか。そんなこと思ってないよ。思うわけないじゃん。私だってパスパレこれからもずっと続けたいよ。でもどうしたら続けられるのか考えても考えても分かんなくて。だったら一緒にそれを伝えましょう。なくならないように頑張りましょう。思っているだけでは伝わりません。ちゃんと伝えなくちゃ。それが武士道です。武士道って、ファンの方たちが喧嘩をしてしまった時も、きちんと私たちの気持ちをお話ししたらファンの方たちに伝わりました。それから、そうです、あゆみさん、あやさん、あゆみさんの言葉を思い出してください。あゆみさんの、あ、Thank you.
時だっていつも笑顔。私、あゆみさんを超えるそんなアイドルになってみせます。めげたり諦めたりしない、一生懸命なあやさんでいてください。自分を貫き通してキラキラする素敵なあやさんでいてください。そっか、イブちゃんありがとう。思い出したよ、私アイドルになりたいんだった。自分を貫き通してキラキラ輝く、あゆみさんみたいなアイドルに。それが私の夢。あやさん、私パスパレを続けたい。5人みんなで続けたい。うん、続けよう。あやさん、よかったです。私また一人になっちゃうのかもしれないって不安で。イブちゃんごめんね、不安にさせて。私らしくなかったよね。反省。モデルをしていた頃はいつも一人でお仕事をしてました。一人ってとっても寂しいんです。お仕事で苦しいことがあっても誰とも分かち合えない。嬉しいことがあっても分かち合えない。自分と同じ気持ちの人がいないってすっごく寂しいんです。今は私たちがいる。嬉しいことも苦しいことも5人で一緒だよね。イブちゃん、みんなに一緒に伝えよう。今のことパスパレを続けたいって。あやさん、おお、イブちゃんにハグしてもらったらやる気出てきた。2人で掃除したら一緒に練習しよう。はい。あやさん、モップかけ終わりました。私もちょうど終わったところ。それじゃあ練習を。おはようございます。あ、あやさん、イブさん、あやさん、それにひなさん、千里さんも。おはよう。おはよう。ひなちゃん来てくれたんだね。まあね、私は練習しなくてもできちゃうし、最近のパスパレつまんないなっていうのは変わらないんだけど。でもさ、一人ってもっとつまんないんだよね。お仕事中私と話してくれる人いないし。だったら一緒に練習しましょうってひなさんをお誘いしたんです。パスパレがどうなるか自分も不安ですが、それでも合同ライブは待ってくれませんから。先日いただいた新曲もしっかりやりきらないと。それが次につながるかもしれませんし。皆さん来てくれて嬉しいです。実はイブちゃんと私でスタジオの掃除してたんだ。はい、皆さんがいつ練習に来てもいいようにって。イブさん、ひなちゃんごめんね。え、何が？スタッフさんに活動休止かもって言われた時、私何も言えなくって。あれじゃ諦めてるように見えても仕方ないよね。イブちゃんにも私らしくないって言われて反省した。あの時ひなちゃんにきつく当たっちゃってごめんね。なんだ、そのことか。私パスパレ続けたい。私たちには練習することとかスタッフさんに続けたい気持ちを伝えることしかできないけど。うんうん、そっか。いつものあやちゃんがちょっと戻ってきたね。ひなちゃんとイブちゃんのおかげだよ。パスパレ続けてあゆみさんみたいな人になれるように頑張らなくっちゃ。それあやちゃんの夢ってやつだよね。私夢とかって何なのか未だにわからなくて、夢持ったことないし、私自身は夢って持てないかもしれないけどさ、パスパレをこのまま続けていったら夢が何なのかわかるかもって思ってたんだけどな。あの、千里さんも来てくれてありがとうございます。ええ、あのみんな実は
疲れ様です。どうしたの？え、千里さん、映画に出演されるんですか？ええ、でも合同ライブにはちゃんと出るつもりで。ちょっと待ってください。千里ちゃん、ライブに出られないかもしれないってことですか？パスタレ、やめたくないです。イブさん、パスタレ、お休みしたくありません。これからもずっと5人でいたいです。私も同じです。その、みんなスケジュールとか大変かもしれないですけど、続けたいです。みんなからいろんなことを教えてもらって、何度も助けてもらって、みんなのこと大好きなんです。だからこれからもみんなと一緒にやりたいんです。お願いします。千里さんもパスタレのこと好きですよね。ここに来てくれたということは、パスタレ続けたいから来てくれたんですよね。それは…千里ちゃん…はい。千里ちゃん、どうして何も言ってくれないの？あれから千里ちゃん、練習に来てない。映画の撮影、やっぱり忙しいよね。千里ちゃんのことだから、きっと知らないところで個人練してるんだろうけど、大丈夫かな。あの時どうして千里ちゃんはパスパレが好きって言ってくれなかったの？千里ちゃん、何を考えてるの？どうしてあの時私は何も答えられなかったのかしら。感情をぶつけるだけじゃスタッフを説得できると思えなかったから。ぶつけたところでいい方向には動かないと思ったから。はあ、私はどこまでつまらない人間なのかしら。はい、お疲れ様でした。失礼します。時間はまだあるわね。あ、千里ちゃん、お疲れ様。ええ、お疲れ様。今日も映画の撮影だったんだよね。お疲れ様。撮影の後に練習なんて、千里ちゃんすごいな。どっちもやるってすごい決断だよ。この間のこと怒ってないの？え？パスパレが好きかって質問に答えなかったこと、ちょっとだけショックだったかな。千里ちゃん、これからどうするんだろうって少しだけ不安にもなった。私ね、夢を見てみたいの。夢？私、昔から叶える道筋が見えそうな目標しか持ってこなかった。夢みたいにふわふわしてるもの見ないようにしていたの。私が夢を見たいと思えるようになったのはパスパレのおかげなのかもしれない。どちらの仕事もやりきって、これからもパスパレを続ける。これって、今の私からしたら、道筋の見えない夢みたいなものなの。でも、いざ夢を見たいと思っても、理屈っぽく考えてばっかりで、何も前に進めないのよ。あの場で、私がパスパレを好きって言ったところで、何の意味があるのか、考えてしまって答えられなかった。好きって気持ちだけでパスパレを続けさせてくれるなんて
思えなくて。千里ちゃん、結局安全で確実な道をいつも探してる。私なんか夢も持てないつまらない人間なのよ。ねえあやちゃん、夢ってどうしたら持てるようになるのかしら。誰だって夢持っていいんだよ。千里ちゃんだって夢持てるよ。夢を持とうって思ったこと自体、千里ちゃんすっごく前進してるってことだと思う。だからその調子で少しずつ少しずつ夢を持てるように進んでいけばいいんだよ。あやちゃん、千里ちゃん、私なんかなんて思わないで夢見ようよ。答えになっていないのだけど。ごめん。でも千里ちゃんに前に進めないなんて言わないでほしくって。ごめん、うまく言えなくって。夢を持ちたい、これが今の私の夢なのかしら。うん、そうだよ、それ千里ちゃんの夢だよ。ごめんなさい、涙が。私疲れてるのかしら。ごめん、私うまく答えられなくって。うん、いいのよ。ありがとう、あやちゃん。最後にもう一つ聞いてもいい？うん、何？あなたの夢はどうやったら叶えられるの？努力すれば夢は叶うから。そうよね、あなたはそうだったわね。そんな私でいろって最初に言ってくれたのは千里ちゃんだよ。ありがとう、あやちゃん。ごめんなさい、少し疲れていて。休んでいいかしら。うん、千里ちゃん、お疲れ様。休んだら一緒に練習しよう。今日はみんな揃ったら特訓になりそうですね。嬉しいです。イブさん、千里さんが起きちゃいますよ。けど起こさないと練習できないよ。起きた。おはよう、千里ちゃん。大丈夫？みんな揃ってるなら起こしてくれればいいのに。千里ちゃん疲れてるようだったし、少し休ませてあげようって話しててさ。大丈夫？みんな個人のお仕事と両立してるのは同じ。大丈夫よ、心配してくれてありがとう。それにしてもちょっと恥ずかしいところを見せちゃったわね。ごめんなさい。けどここにいるってことは、千里ちゃんもパスパレやりたいってことなのかな。ええ。千里ちゃんのペースで頑張ろう。努力すれば夢は叶う。なんだか的外れな気もするけど、ありがとう。最近さ、夢って何なんだろうって考えてて、もしかして不可能を追い求めることなのかなって思ったんだけど、どうかな？合ってる？不可能、夢って不可能なことなのかな。私アイドルになることが夢だったし、アイドルになってライブやお渡し会したりすることも夢だったよ。でもパスパレに入ってどっちも実現できた。だから夢って不可能なことではないと思う。私もあやさんと同じ意見です。私は侍になることが夢なんですが、パスパレに入って少しずつ侍に近づいてきている気がするんです。例えばどういうところがですか？自分の気持ちにまっすぐでいること、一度言ったことをきちんと貫くこと、相手にその気持ちを伝えること、これは私がパスパレに入ってたくさんの人と出会ったことで実践できた武
続けて一人のままだったら、ここまで武士道の精神を実践できていなかったと思います。イブちゃん、どんどん頼もしくなってきてるよね。はい、侍に近づいているからこそです。なるほど、じゃあ夢も不可能を指す言葉ではないってことか。目標と夢はどう違うのかしら。もしかすると同じかもしれません。夢も実現できるものなんだって考えると確かに同じかもしれませんね。フィンランドで侍になりたいと思っていた時は、そんな人になれるのを夢見ていました。でも日本に来てパスパレに入って大変なことがたくさんありましたが、その度に武士道を思い出し乗り越えてきました。だから夢と目標は同じです。夢と目標はグラデーションでつながっているんです。夢と目標はグラデーションでつながってるか。それって侍になりたいなとぼんやりと夢見ていたけれど、武士道を貫いたことで今は侍になることが目標に変わってきてるってことですかね。その通りです。マヤさん、さすがです。グラデーションか、なるほどね。パスパレにいたら夢が何なのかわかるかもって言ってたけど、なんか本当にわかっちゃいそう。やっぱみんな面白いよね。普通夢と目標の違いなんてこんな真剣に考える？だってひなちゃんが言い出したことじゃん。でもひなさんはいつもいろんなことに気づくきっかけをくれます。どれもとっても大切なことです。夢に近づくと目標になるか。千里ちゃん、よかったね。何が？千里ちゃんだってちゃんと夢見てたんだよ、気づかないうちに。そうね、そうなのかもしれないわ。こんな私でも夢が見られるのね。まやちゃん、どうしたの？ああ、いや、自分ってその何か夢とかって持ったことあるのかなって思って。千里ちゃんみたいに知らないうちに夢持ってたんじゃない？なんというか、ここまでアイドルとしてなんとかやっていくのに必死だったので、アイドルとしての夢、目標、自分に何かあるんだろうか。あゆみさんを超える、これは一番の夢だよね。苦手なフレーズ克服、これは目標。マリアムさん、次は移動教室ですが何をしているの？あ、そっか、ありがとう。これはね、夢ノートだよ。夢ノート？この先の夢と目標をそれぞれ書き出してるんだ。夢が自分の努力でどんどん実現に近づいていくと目標に変わっていくって最近気づいてね。だから今の自分の夢と目標を整理しようかなって思って。自己分析はとても素晴らしいことだと思うわ。それに基づいた目標を立てることも。ひなが最近しきりに夢ってなんだろうって言っていたのはこれだったのかしら。え、ひなちゃん、そうだったんだ。しつこく家で私に聞いてくるから何があったのかと思っていたのだけど、最近パスパレで夢とか目標の話題がよく出てね。ひなちゃん、何でもできるから夢とか目標とかがわからないって言ってたんだ。丸山さん、すみません。ひなにも悪気があるわけでは。ううん、全然大丈夫。メンバーのみんなもひなちゃんのそういうところが大好きだから。でもひなちゃん、本当に夢も目標も持てないのかな。きっとひなちゃんも夢を持てるって思うんだけど。どうかしら。パスパレに入ってあの子は日々変化しているから、いつか自分の夢にも気づけるかもしれないわね。うん、そうだといいな。あ、で、移動教室だったよね。急がなきゃ。さよちゃん、走ろう。え、ちょっと丸山さん、廊下は走ったらダメよ。
について考えていたら寝不足になってしまった。少しはアイドルっぽくなった気もしていたけど、自信のなさは変わらないし、ステージに立ってもなんだか夢みたいって思ってしまうのも自信がないからなのかな。皆さんしっかり夢を持って進み始めているのに、こんな気持ちで続けていたら迷惑になってしまうな。まーやちゃん。あ、ひなさん、お疲れ様です。どうしたの？私が見てもわかるくらい疲れてるよ。なんだかアイドルが何なのかわからなくなってしまいました。今の自分が果たしてアイドルなのかも。それでそんなげっそりしてたの？はい、皆さんがアイドルとして夢や目標を見据えていく中で、自分はとなってしまって。別に分かんなくてもいいんじゃないの？でもそれじゃあ皆さんのご迷惑に。ならないならない、大丈夫でしょう。ね、まやちゃん、私がなんでパスパレのこと大好きだか知ってる？それはひなさんじゃない人がたくさんいるからでしょうか。パスパレってさ、わからないことがさ、わかるようになるんだよ。私もさ、夢とかってよくわかんなかったけど、なんとなくわかったし。ああ。だからさ、今わかんなくたって、きっとパスパレにいればそのうちわかるようになるんじゃない？パスパレのみんなって本当に面白いし不思議なんだよ。だから大好き。ひなさん、それにさ、わかんないから面白いんだって。わからないから。自分まさかひなさんからこんな風に何かを助言していただけるなんて思ってもみませんでした。ひどいな、もう。すみません。でもありがとうございます。今はまだわからないですけど、いつかパスパレで皆さんと一緒にこの答え見つけたいです。いいじゃん、まやちゃんにはいっぱい私がわからないこと教えてくれたから、そのお返し。ひなさん。感極まり中だ。おはようございます。千里ちゃん、おはよう。もうみんな揃ってたのね。ごめんなさい、すぐに準備するわね。じゃあ私たちで先に軽くさらっとこうか。そうしましょう。はい、では最初から通してみましょう。みんな私のことを気遣うこともなく練習に打ち込んでる。気を使われない方が楽だからありがたいわ。気を使ってくれるのもありがたいけれど、忙しいことや疲れを理由にしたくない。きっとみんなお互いにそれを感じているのね。いつも通りの振る舞いがこんなに嬉しくてありがたいなんて。千里ちゃん、準備できた？ええ、お待たせ。5人で合わせましょう。新曲ようやく5人で合わせられましたね。皆さんいかがですか？ごめん、ちょっと入りがうまくいかなくって。千里ちゃんの音もっとちゃんと聞かないと。もう少しお互いを意識した方が良さそうね。この後はパートで合わせる練習をしましょうか。はい、ひなさん、一緒に練習お願いできますか？オッケー。千里ちゃん、入りの練習をしたいんだけど一緒にいいかな？ええ、もちろんよ。よかった、ありがとう。それじゃあその2つ前から。あ、気づいたらもうこんな時間ですね。少し休憩しましょうか。5人で練習できるのが嬉しくてついつい集中してしまいました。それだけじゃないです。皆さんお気づきじゃないかもしれませんが、以前よりも求めるクオリティが上がってると思います。そうなのかな。大切なライブですし、最高以上に最高の演奏をお聞かせしたい気持ちがそうさせていたのかもしれません。最高以上に最高、
なんか面白いね。いいかも。最高のライブを見せたいのは大切なライブだからってことじゃない。きっとみんながパスパレのことを。そうだね。せっかく5人揃ったんだし写真撮らない？このタイミングでですか？5人の写真 SNS にアップしようよ。最高以上に最高のライブ見せますってファンの人たちに伝えよう。あやちゃん、たまにはいいこと言うじゃない。いいわね、撮りましょう。たまには？でもいい案でしょ。じゃ、行くよ。みんな寄って。あやさん、もっと寄ってください。みんな、ぎゅー。せーの。今、撮ったの？はい、チーズ的な感じかと思って油断してました。せーのってどういうタイミング？ごめん。あやさん、もう一度撮りましょう。せーのってちさとちゃん、笑いすぎだよ。今の写真、あやちゃんも半目だよ。自分でもタイミング取れてないじゃん。それじゃあもう一回撮ろう。次は、はいチーズっていくよ。お疲れ様です。次のお仕事まであと2時間近くありますよね。移動を考えてもあと1時間は練習できるはずです。まだ大丈夫ですから。今後、今やりきらなかったら今後のことなんか気にしたって。あの映画もライブもどちらも全力でやりきりたいんです。やりきってパスパレを続けたい。こうして大きな映画のお仕事をいただけたのもパスパレでの経験があったからです。パスパレのみんながいなかったら私は。行きません。千里ちゃん、私パスパレが好きです。この仕事は好きって気持ちだけで続けられるものじゃないって分かってます。でも私はこのバンドが好きです。これから先どれだけ大変な道になったとしても私はこれからもパスパレを続けたい。バンドが、メンバーのことが好きだから続けたい。お願いします。撮影にも絶対に影響は出しません。今までもそれでやってきていたつもりです。もちろんこれから先のお仕事にもお願いします。ここまで来たらライブ失敗できないわ。今以上に頑張らないと。ちさとちゃん面白い。そう、ひなちゃんに興味を持ってもらえてよかったわ。まだ手が震えてる。前に進むことってこんなに怖いことなのね。スタッフに歌いたいって直談判したあやちゃん、続けたいって
説得し続けたイブちゃん、二人ともなんて強いのかしら。私も強くならなくちゃ。自分のために、パスパレのために。じゃあみんなお疲れ。またね。お疲れ様です。お疲れ様。あやちゃん、どうしたの？夢を与えるアイドル、あゆみさんを目指してそうなりたいって言っていたわよね。うん、今はまだ遠いかもしれないけど、案外もう近くまで来ているかもしれないわよ。え、そんなこと。あなたは私に夢をくれたもの、ありがとう、あやちゃん。ちさとちゃん、あなたが夢を見て私が道筋を作る、そんな風にパスパレを前に進めていくのもいいかもしれない。あやちゃん、これからも一緒に頑張りましょう。今日の衣装合わせ楽しみだな。けどもうパスパレ終わるって言ってたのに、なんで衣装を作ったんだろう。曲や衣装を作った後に方針が変わっちゃったみたいですね。スタッフさんの計画性はさておき、新しい衣装でステージに立てるのは嬉しいわね。はい、今回はどんな衣装なんでしょうか。早く着てみたいです。違う感じがします。ショートパンツの衣装って私たちにしては珍しいわね。それにレザーの質感も新鮮だわ。あ、そうだ、今日はフィッティングだもん。ちゃんと着心地確かめなくっちゃ。自分もついつい浮かれちゃってました。こういうこと前にもなかった？なんか懐かしいな。バンドが結成されてすぐの頃のことだよね。あの時用意していただいた衣装、私たちまだ着てます。いろいろ大変なことがあって活動をお休みしていたこともありましたけど、でもまだ着ています。だからこの衣装も私たちでずっとずっと着られるように頑張りたいです。そうね、大切に着ましょう。すみません、脇のところが少し緩いので詰めていただけますか。それから、お疲れ様でした。今回は何人招待できるんでしょうか。なりましたから。さとちゃんは決めてる？私はカノンを誘おうと思っているの。いつも見に来たいと言ってくれていたから。カオルさんは誘わないんですか？どうしようかしら。
枠があるならいいけど。枠はいっぱいあるって言ってたから大丈夫だよ。ひなちゃんはさよちゃん誘うんだよね。うん、そのつもり。けどお姉ちゃん忙しいから。今までも来てくれなかったんだ。次は来てくれるといいんだけど。さよちゃんきっと来てくれると思うよ。私同じクラスだし行っておこうか。ううん、いいよ。私からちゃんと誘いたいから。早速連絡しよっと。来てくれますように。イブちゃん、つぐみちゃんだけじゃなくてアフターグローのみんな招待しようよ。曲の件とかいっぱいいっぱい助けてもらったし。素敵ですね。私たちの夜聞いてもらいましょう。ランちゃんに悪くないって言ってもらえるようにライブ頑張らないとね。うん、ランちゃんみたいにかっこよく歌えるように。本番まであと少しだけど、みんな頑張ろう。お、お姉ちゃんからだ。はあ、やったー。ひなちゃんどうかしたの？ライブお姉ちゃん来てくれるんだって。よかったじゃない。それじゃなおさらいいところ見せないとね。あのね、昔だったらお姉ちゃんきっとライブ来てくれなかったと思う。お姉ちゃんと昔みたいに仲良くなりたいってずっと思ってたんだけど、それって昔の私じゃ無理で願い事みたいなものだったんだよ。だけどパスパレに入って、お姉ちゃんはロゼリアに入って、私もお姉ちゃんも変わった。不可能を可能にしようってお互いに頑張った。そしたらライブにまで来てくれるようになった。これってイブちゃんが言ってた夢と目標はつながってるって話みたいだなって。もしかするとさ、私も夢とか目標とか持てるのかも。バンドに入って一番変わったのは私かもしれないって思っていたんだけど、もしかすると一番変わったのはひなちゃんかもしれないわね。そうかな。私は千里ちゃんだと思うけど。まあいっか。ライブ頑張ろうっと。私たちの出番あとどのくらいでしょうか。次の次かな。てかイブちゃん、5分前もその質問してたよ。あ、そうでした。イブちゃん緊張してる？はい、今回のライブはいつも以上に大切ですから、すごく緊張しています。そうね、今回は珍しく私も緊張してるわ。大丈夫だって、あんまりガチガチでやってもいいことないよね、あやちゃん。うん、パスパレこれからも続けたいもん。あやちゃん絶対うまくいくよ。絶対。ほら、あやちゃんもこう言ってるんだしね。来た。みんな最高のライブにしよう。皆さん、こんにちは。せーの、パステルパレットです。最後まで盛り上がっていきましょう。聞いてください。やろ。続けて聞いていただきました。いかがでしたか？ありがとうございます。今日こんなに大きなステージに立つことができてとっても嬉しく思ってます。本当にありがとうございます。これからもパステルパレットよろしくお願いします。
そうそう、それでこそあやちゃん。みんな、パスパレはまだまだ続いていくから、ずーっとよろしくね。今日、今、ここでファンになってくださった方も、ずっと応援してくださっている方も、これからもずっとずっとよろしくお願いします。それじゃあ次が最後の曲になります。今はまだ届かないかもしれないけど、私たちもっともっと光り輝く存在になっていきたいと思います。聴いてください。もう一度ルミナス。私とみんなは違う。だからこそ楽しい。みんなが大好き。でもさ、今この瞬間がすっごく楽しいって気持ち、これはみんな同じだよね。共感って気持ち、またみんなに教えてもらっちゃった。つまらない人間だった私をここまで変えてくれたのは、間違いなくここにいるみんな。色のない私に彩りを与えてくれた、ここがきっと私の原点。今ならそう思えそうな気がする。ありがとう。やっぱり皆さんが大好きです。だからこそずっとずっとこのまま演奏していたい。武士に二言をなし。これからも私たちはパスパレです。パスパレは永久不滅です。アイドルって何なのか自分にはまだわからない。どんなアイドルになれるのかも。でも皆さんがいればきっと答えが見つかる。答えのわからないものに向かって走っていく強さ、それをくれたこの場所をずっとずっと大切にしたい。バラバラでめちゃくちゃな始まりだった私たちが、同じ目標に同じ気持ちで同じ道を進んでるなんて、昔の私に話したら信じてくれるかな。ダメだ、もう泣きそう。パスパレが大好き、大切、みんなのことが大好き。この気持ちがあればきっと何度だって立ち上がれる。そうだよね、みんな。ステージにしようなんて目標とは言えないわね。はい、それは自分たちの夢です。私たちのパスパレの夢、みんなで叶えようね。絶対この先もずっと私たち5人で最高のステージを目指していこうね。